板があるわかんないあ、ロープウェイ登ってんじゃん。なんか2つ同時に登ってね。ロープウェイ2つ同時に登ってね。つながってんのかな、あれ。つながってるっぽいかな。団体なのかな、わかんない。なんかつながってるように見える、ね、ああ、いやでもつながって、わかんない。でもさっき結構バラバラだったよね。ちょっと雨降ってる。雨踊り会館はこっちらしいけどね。あ、ここやん。やっぱ雨踊り会館から出んのか ね、見た感じはね。雨踊りしちゃうかなあれすごい、傘が雨踊りの建物ね、すごい。屋根が川踊りの傘、うん、わかんないわかんないあるんだね。あっちの方が雨なんだよ、ほら。だって俺らがさ、俺らが登ったあの川が見えるじゃん、ちっちゃいところ。だからあのすぐ後ろに川見えるけど、そことこっち側の川しか見てないんだもんね。だから後ろのあのでっかい川見てないや。やばそう、車じゃないとめっちゃ近かったねえ。大丈夫かな。俺らが登ったとこ、ちっちゃいここから見れたもん。
怖い思いしてめっちゃ怖くないのに。おお、なんかバスから見えた橋やん、あれ、ほら、あの橋見た覚えあるわ、ね、じゃああっちの方がフェリー乗ったとこや、あっちのどっかが、うん、なんか日の出みたいな色合いだ ね、こっちは山地なんだね。あ、なんだ、こっちにもっとなんかあるんだね、あの展望台が。アムシチューだって。あそこで食べれたら面白そうだったね、今。周りにはテーブルとか椅子とかちゃんと綺麗にされてるけどね。めっちゃ可愛いのよ。動画撮る前に言ったことだけど、ね、さっきも聞いた。そう。橋が光り始めた、あそこの橋？うん、あれ橋？橋じゃないよ。あれだよ。橋じゃなくてイオン。橋に見えるイオンでした。もうイオンか、あれでかいな。橋だと思ったものがイオンだった。悲しい。すごいね、展望台からもめっちゃイオンでかっ、めっちゃでかく見えるよね、うん、なんか周りの街と比べるとめっちゃでかい、ね、イオンだけ。ここはさすが全国展開しているだけあるね。あそこに俺らが登ったところ。おお。なんか変な形の橋。こっちはなんだろう、まだ徳島市なのかな。うん、こっちの町かな。ちょっと違うかもね。ちょっと違うかな、ね、もしかするとね。これ結構いい感じじゃない。本当だ。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしくっていうなんか字幕がさ、左上にでーんって出てきて。ありそう。蚊めっちゃいるよね。かゆい。かゆいよ。それだけで食べる。
ちゃあの前撮った船がね、船じゃない、橋がチカチカしてんの。すごいね、ズームインすればね、車とかも普通に見えるから、ね、結構ちっちゃいの見えんだね、どこ映してるかわかんないけど。あ、さっきのあそこが駐車場、うん、そうなるべそ、ほら、自転車乗ってる人まで見えるよ、ほら。本当だ、盗撮。でも怖いよね、こんなところからさ、見られてるとは誰も思わないよね。そうだね、怖っ。だってもっと性能いいカメラだったら結構細かく見られちゃう。見られちゃう、怖。そうなの、 めっちゃ賑やかだね。かもね。二人だけで乗れたらいいね。まで一個で帰ってきたね。あれ？本当だ。酔っ払ってないもん。酔っ払ってないもん。ご飯美味しかった。カルボナーラ。カルボナーラめっちゃ美味しかった。ナルトに行くバスを待ってるんだけども。これ見てくれない。本当だ。なんかすごい名前の神社がある。ちょっとあの映像だと変に見えるけど、でも一応見える。なん。大麻神社だと。やばいね。すごい神社。すごい、なんかカメラだと撮れないんだね。カメラだと変に見えるよ、ね。すごい。あ